結局いいものは見つからないわね。退屈なのも不愛想なのも武骨すぎるのもダメ。お坊様は無理、鍋は論外、博打好きは意外とまともでつまらない。このまま旅を続けても正直出会える気がしないわ。誰かさんみたいなことを言うのは嫌だけど、乱世にはろくな男がいないのね。そうだ、あの子がいたじゃない。あの子ならからかいがいもあるし、うん、他の誰よりも男らしい。決めたわ。待っていなさい、わらわが幸せを運んであげるから。来なさい。乙女の強さを知り、乙女を敬え。この道場でそれを叩き込んでやる。ねえナオトラ、乙女がどうとかはもうどうでもいいから、わらわと結婚について話しましょうよ。いきなりなんだマリア、返答次第ではお前でも容赦はしないぞ。ナオトラ親衛隊かかれ。でも散々うるさく言ってたこと、わらわもわかる気がするわ。ろくな男がいないのね。なよなよした世の中の男に比べたら、あなたの方がよほど強くて頼りがいがあるわ。そうだ、不甲斐ない男どもに比べたらって何？お前結局私をからかいに来たんじゃないか。追い込まれた乙女の力、今こそ解放しろ。はっ、私は倒れない。ナオトラ様の熱き視線があれば。相変わらず話が通じないわね。まあそこが面白くもあるんだけれど。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなるトラだ。胸を貸してやろう、私から一本奪ってみせよう。この程度か、私が出るまでもないんだ。さあ少しは意地を見せてみろ。互いに刃を合わせ、その根性を示すんだ。はいはい、分かったわ。当然だ、そうでなければ鍛える意味がない。逃げるなよ臆病者、攻撃を紙一重で見切ってかわしてみせろ。本当にやれやれって感じだわ。甘いぞ、私の気迫に負けたか、この軟弱者。ただ防ぐだけなら亀でもできる。見事弾き返してみせろ。命令するのはわらわ。
あら、手加減して差し上げたのにこの程度ですの？陣崩しを決めてみろ。どれだけ続くか見ものだな。もうやめない？走るのも汗をかくのも嫌いなの。いい加減、本題を言え。マリア、私も暇じゃないんだ。強い男がいそうなここを見に来たのよ。情けないものばかりじゃわらわの結婚相手は見つからないもの。何？お前、誰かと祝言をあげようというのか？この私を差し置いて。あら、不満？妬みはお肌に悪いわよ。いいじゃない。それにあなたには手伝ってほしいこともあるの。協力してくれるでしょ。いずれ幸せな式を挙げるあなたのためにもなることなんだけれど。何のことだかわからない。まあ少しぐらいなら付き合ってやってもいいぞ。で、何なんだその手伝ってほしいことというのは。当然結婚式の練習じゃない。はあ、なんで女同士でそんな練習をしなきゃならない。あなたも練習しておいた方が安心でしょ。それにわらわは長政の部下の祝言を取り仕切ったこともあるのよ。そうかなら試してみても構わない。引っかかった。本当にやるのか？おい！女に大事なのは思い切りよ。わらわの弱点？そうね、探してみる。練習なんだから力を抜いて。やっぱり変だ。女同士で練習になんかならないだろう。さあ、わらわに真似をして言ってみて。おお、変にふさわしき我らがマリア。天にふさわしき我らがマリアよ。お色なしって何だこれは。何の練習だ。気にしないの。これは異国式の祝言よ。そうか。それなら私が知らなくて当然だね。まあ普通の祝言もろくに知らないの。ところでマリア、これは一体どっちが男でどっちが女役なんだ？私には違いがわからないが。そんな細かいこといいじゃない。どうせ練習なんだから。しかし私はまず女役の方を試したいんだが。いいからそれよりもほら、もう一ついいことを教えてあげる。お色なし最後はこんな風に。えいっと花束を投げるの。受け取った相手に幸せが続きますようにってね。幸せが続くように。怒りだ。たまにはいいことを言うなマリア。よし、私も全力で放り投げてやる。そうさ。ごめん、怒りだ。打ってこい。めんどい。いい顔。はい、おしまい。
これだけできれば十分ね。さあナオトロ、本番よ。わらわとの祝言をあげましょう。はあ、何を言ってるんだ。わらわが欲しいの。天にふさわしき我らがマリアよ、皆のあがめと祝福を受け取りたまえ。新郎、いいナオトラ、そなたは強国マリアを妻とし、健やかなる時もやめる時も共にあることを誓いますか。いや、あ、私は新郎？美しき神父マリアよ、そなたはいいナオトラを夫とし、健やかなる時もやめる時も共にあることを誓いますか。ええ、誓うわ。それでは両者誓いの口づけを。うわ、やだ。あらあら、ナオトラったら。いいわ、それじゃ待たせてもらいましょう。わらわの旦那様が訪れるその日までね。英雄創生の道のり、新たな日の元は一人の英雄により築き上げられた。結局わらわにふさわしいのはわらわだけ。やっぱり日の元はわらわを中心に回っているのね。困ったわ。誰かわらわを捕まえて。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。